こんばんは。ありがとう。久しぶり。そうですよね。あ、なんか今まではなんかめっちゃ頑張ってポジティブに考えてきたけど、なんか関の山やみちゃんとか言わないで。ちょっとセンスあるの何ですか。26日公演当たったよ、ありがとう、楽しみ。あ、なんかダメだ。なんかいつもはすぐなんか立ち直るっていうか、なんか気持ちを出替えられるけど、なんか今日はどうしても無理だ。あげちゃん押してもいいですか。ありがとうございます。元気にさせてくれてありがとう。ごめんね、なんか久しぶりの配信さ、こんなネガティブにしたくないんだけど。なんか私はもうなんかみんなとスタート地点が違うっていうか、なんだろう、なんかなんだろうなんかさ、いつもはさ、なんか結構なんか立ち直りっていうか早いタイプなんだけど、もうなんかダメだ。ダメだ、スタート地点。なんか4期ってなんか本当になんだろう、なんだろう、なんか本当にさ、なんだろう、なんだろう、なんかめっちゃ、うん、本当にありえないぐらいダンス上手な子いるじゃん、みんなさ。なんかもうそれがちょっと私にとってはしんどいっていうか。なんか、うん、なんだろう、なんかしょうがないんだけど、これに関してはどうしても、うん、なんか振り覚えが私は本当に人の100倍ぐらいは遅いから、なんか人よりやらなきゃいけないけど、なんか人より時間がないっていうか、住んでる場所とかもなんか不利っていうのもなんかあれだけど、時間が取れないっていうか、時間は全然がん取ろうとすれば取れるんだけど、なんかいろんなことを犠牲にしなきゃいけなくなっちゃう。あ、そうだよね、普通はそうするよね。ああ、でもなんかそのダンス以外で頑張ろうって思う、ダンスも頑張るけど、それもちろんなんかだなんだろう、なんかダンス序列ってで、ほぼダンスで決まるじゃないですか。だからなんかもう絶対に越えられない壁を私は見てるから、いつも。
なんだろう、なんかダンスが苦手っていうか、なんだろう、なんなんだろう、なんかなんだろうね、なんかすく、なんか本当にすっごい早く覚えられる曲もあれば、本当になんか本当に覚えにくい曲があるんです。なんかそれを淡々とっていうか、もうやってすぐ覚えられるっていう子がいるから、なんかそれを見てさらに自信を失う。なんかフリーレア経験、フリーレア経験値がない有名があるから今が辛抱。なんかね、もうね、我慢っていうか、なんだろう、なんかずっと頑張ってはないかも。私頑張ってないのかも。なんか本当に人より頑張らなきゃいけないのに、なんかもう自分の中で諦めみたいな気持ちが出てきちゃってて、ああ本当にこんなこと言いたくない。もうなんか頑張ってるのかな、分かんなくなっちゃった。なんか自分の中では結構しんどい思いをして、まあまあしんどい思いをしてやってる方だと思ってたけど、それでも追いついてないから、ああダメだ、ネガティブだ、めちゃめちゃネガティブだ、めちゃめちゃネガティブだ、どうしようどうしよう。本当に配信でこういうこと言いたくないけど、なんかダメだ、ポジティブに生きたい。私のモチベですか。モチベはなんだろう、モチベ、なんかモチベは、健康的に明日を迎えることですね。世の中努力すべてが報われるわけじゃない、自分の頑張りを認められない自分だけだよ。そうだよね。でもなんか自分なんだろう、なんか頑張ってるのかなって思っちゃった、みんなを見てて。なんかみんなもっと頑張ってるんじゃないかな、なんか他の人もそりゃ辛い思いしてるのもわかる、でも正直他の人の気持ち、なんか他の人が辛くて、だからそれが私の頑張りっていうかにつながるわけじゃないから、ねえごめんなさい、私こんなネガティブなこと言いたくない。なんかいっぱいノートに文字を書いたんですよ、いっぱいいっぱい自分の気持ちを文字に書いてみたけど、なんか収まらなくて、収まらないっていうか、なんか分かんなくなっちゃってなおさら。こんばんは。
なんか溜まってたのかな、ずっと我慢してただけでさ、なんかポジティブポジティブって自分に言い聞かせすぎてさ、ダメなのかな。じゃあどうしたらいいんだろう、頑張るしかない。なんかダンスを覚える時ってなんか動画を反転してゆっくりゆっくり、そのなんかまず私なんだろう、なんかこの動きはどうなってるのから始まるんですよ。その動きをこう理解して一つ一つ、なんかそれからなんか踊らないと。なんだけどなんかもうそれをなんか1曲とかならいいんですけど、それを何曲も何曲もやると本当に疲れちゃってか頭がパンクしちゃって。あ、ももちゃん、なぎ頑張ろうね、頑張ろうね。なんか休みたいけどなんか今休むわけにもいかないんだ。ももちゃん、ももちゃん、もう最近ずっとももちゃんと電話してる。ももちゃんとさほとメリットずっと電話してるずっとね話を聞いてもらってる。なんかポジティブなところが私の長所なのに、こんなにさネガティブになっちゃ、ネガティブになっちゃっていいのかな。なんか今こことここに天使と悪魔がいる自分の中の。でもマイペースだとそのみんなについていけなくなるんだよね。難しいよね、越えられない壁はない。でもなんかなんだろう、もう天才のような人を目の前で見ちゃってると、なんかなんだろう、もう本当にこれは神様から、なんかもうなんだろう、神様からもらった才能、本当にそんな感じのなんか子が、なんか別にその子のせいとか言いたいわけじゃなくて、なんか頑張って意味あるのかなって思っちゃって。いやあるよね、あるんだけどね、なんかねダメだねほんとになんか、うん、でもこう見えても私昔ダンス習ってたんですよねダンス習ってたんだよ実は、幼稚園の頃だけどやばいよね、えこれでって感じびっくりされるもん、やばくない。習ってたんだよね実は、誰にも言ってないけど1年も習ってなかったけどね。脳幹でいいのかな。でもなんだろう、その壁を越えるには本当に本当に毎日もう死ぬほどなんだろう、めっちゃダンスのトレーニングをするとかしないと、なんだろう、一日中ダンスをやってないと本当に追いつけないレベルじゃん。そうなんだよね、これからなんだよね。でもなんかこの半年でちょっといろいろありすぎて、うん、本当にこんなこと言いたくない、なんか言いたくない、言いたくないのになんで言っちゃうんだろう、おかしいよねこの人の努力才能で済ますの、いやそうだよね、努力も絶対努力もあると思うけど、なんだろう、
絶対もともとの才能もあるなって思っちゃう。なんかずっとなんだろう、うん、なんか、うん、見ないと分かんないよね、絶対分からない。なんかなんかできるのにできないって思われて、なんだろう、ずっとステージに立てないっていうことだってあるし、なんか頭が真っ白になってしまいます私は。ね、なんか電波安定しててちょっと嬉しい。いつもの配信で電波安定しててほしいよ。なんか思っちゃうの、私がもっとダンス上手だったら、なんかもっと上にいたのかな、先輩たちと一緒に立ってるステージもセンターできたり、なんかタラレバになっちゃって、タラレバって本当に意味ないの分かってるけど、なんかなんだろう、どうしてもそういう気持ちは出てきちゃって、それをずっとなんか紙とかに書いたり人に話したりとかしてたけど、なんかそれでなんだろう、収まってなかったのかもしれない。そうならもっと練習した方がいい。そうなんですよね本当にそうなんだよね。もっと頑張らなきゃ。ごめんね、本当に。なんかあんまり本当にこういうとこ嫌い、自分の。本当にごめん。なんか加入前はさ、本当に宮脇さくらさんみたいに、宮脇さくらさんみたいになれるかなって思ってたから、なんか正直なんかこんなにダンスを、なんだダンスが自分がこんなにできないっていうか苦手って思ってなかったし、なんか自然渋滞のポジションが発表された時も、なんか正直自分なんかああだよなって思ったけど、なんかそこまでなんだ私って、そこまでなんだって思って、なんか本当に私は
当に自信が。ハートありがとう。なんかもう本当に自分をなんだろう信じすぎてたっていうか、もっと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 いけると思ってたし、普通に当たり前にセンターに立てることを期待してたし。うん、そうだよね。さくらさんはさ本当になんか努力な、なんかでもほんなんかなんだろう、なんか努力できるできないもさ、なんだろう、めっちゃできる人とできない人っている、いるよね。なんだろう、なんか私今は本当に正直、本当に正直なんか、あ、なんか頑張っても私はダメなのかな、頑張っても一番にはなれないのかなとか思っちゃってっていう気持ちっていうか考えてしまって、頑張ることを諦めてしまうっていう悪循環が悪循環がすごくて。病気だと思われてる。ごめんなさい。ダンスが重要ではあるけど全てじゃない、そうなんだよね。その時俺たちは役に立たないよ、そんなことないよ。なんか申し訳ない、ごめんね。慰めてくれてありがとう。でもなんか今はなんだろう、立ち直るとかそういうあれじゃないな、そうだよね、一番になるには何かをしなくちゃいけない、うん、人より本当に私は人より頑張らなきゃいけない、頑張らなきゃいけないのは自分の中でも、なんかもう答えが出てるから、なんだろう、なんかね、なんか頑張ればいいっていう話なのは本当にそれはそうだよねって感じなんだけどね。なんだろう、うん、なんかね、やっぱさ事務所だからやっぱり推したい人とかいるわけよ。やって損はないんだよね、頑張るしかないよね、やって損はないんだよね、そうだよね、やって損はないんだけどね、本当に本当に本当に損はないんだけど、
なんかこれからもっと辛いことが待ってるって思うと、もうなんか鳥肌立つ。先輩に悩みというより本当に弱音を吐きたい。答えは分かってるからね、頑張ればいいだけだから。でもね、頑張ればいいだけ、本当にその話、本当にそれだけなんだけどね。頑張るってなんか、頑張って報われるかどうかわからないのに頑張ることって本当に難しいんだなって思っちゃった。なんか別に運営は批判してないです。見栄えのいいダンスをするとか、人を引きつけるダンスをするとか、いや、いきなり来たな本当に。ごめんね、ネガティブで。なんか前の配信で言ったけど、なんかみんなにいいとこだけ見せようって思ってたけど、みんなはなんか弱いところも見せていいってか、みんなに弱いところも見てほしいから、この話切り抜きしていい？切り抜くの？なぎちゃんネガティブすぎて「おしえんしよう」とか言わないでね。みんながいるからここまで頑張ってるけど、なんかみんなを悲しい思いをさせたくない、寂しい思いをさせたくないっていうこともあるから、それでもっとしんどくなっちゃう。なんかみんなはなぎちゃんがどこにいてもずっと見てくれてるっていうのは分かってるの。でもやっぱりアイドルになったからにはさ、やっぱり推しはセンターに立ってほしいじゃん。私もそうだけど、なんか私もアイドル、韓国のアイドルが好きで、なんだろう、まあ、その子はずっと本当に分量少なかった。だけど最近どん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 分量多くなってて、タイトル曲でセンターに立ってて本当に嬉しかったから、私も伝えなって思ったけど、本当に私はずっと自然渋滞の頃から変わらなくて、
なんか私がもし自分のことをしてたら、ファン目線からして自分を見たらちょっとしんどいこれは自分だからかな。確かにその私もアイドルを推してた時に、その子が端っこでも分量少なくても気にならなかったけど、なんか日本のその48グループとかはやっぱり違うじゃん。センターはセンターだから、JYP おじさん前向きななぎちゃんがみたいです。後ろ向きななぎちゃんも少し見ててください。すいません、今日はやだね、やだよね、ごめんね悩んでるお顔もかわいいありがとう、嬉しいよ。なんでみんなそんなに優しいのなんでそんなに優しいんだ。こんなにしんどい思いをしてる時に逃げるっていう選択肢を、あ、何言ってんだ私逃げることはしたくないけど、逃げることはしたくない。したくないけど。なんでアップルウォッチをそんなに激推ししてくるの今充電中だよ。逃げたくはないけど、ずっと向き合ってればこういう気持ちにもなる。正直なぎ姫私はお姫様ねえ、暴走モードとか言わないで、暴走してない、冷静だよ冷静だよ。こんなに人間味を出すアイドルっているのかな なんか同じ土俵に本当に振動みたいな人がいちゃうとやっぱりあーってなっちゃう。まず私はみんなと同じ土俵に立っていいのかな こんなにさ人間味を出していいのかな なんかもともとプライドが高すぎて、プライドがマジで
昔から本当に高すぎて悔しくてしょうがない。今はああ名字のせいで相撲の話だと思われてる。ああもうやめてよ、相撲いじりをするのはやめてよ。負けず嫌いなくせに人より努力をしないから、みんながどれぐらい頑張って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 努力をしてるのか、私には何だろう、私の多分想像以上に努力してるんだろうなって感じる。だから多分もっと努力しないといけないけど、もう疲れてしまう体が先に、頭もパンクしちゃうし体も動かないし、明確な目標ですか。なんか最近最近のモチベは、モチベっていうか私のアイドルの人生、アイドル人生の終わりっていうかゴールを今から決めちゃいけないけど、絶対私は卒業コンサートをしたくて難しいことなの分かってるけど、でもできるのかなってすっごい考えちゃって、でもなんかもう本当になんだろう、もうできるのかな、そうなんか日向さんっていう本当に本当に すごいアイドルをこの目で直接見てしまったから、私はこれを超えられるのかな、この人を超えられるのかな、って思っちゃって。この気持ちをどうまとめればいいのか。私が NGT の顔になれるのか。でもそのなるためにはただの頑張りじゃ絶対ダメだから、でもどうすればいいのかわからない。何を頑張れば顔になれるの？やっぱりセンターに立つこと？シングル曲の？とか？わからないよ。まず私はそこじゃなくて目の前のことをしなきゃいけないよね でも一つ少しずつ前座、今前座出演させてもらってるけど、少しずつ少しずつ前には進んでるんですよ。でも長い道のり、まずは本公演に出なきゃいけない。でもそれは何番目になるんだろう、私は一体
もしかしたら最後かもしれないし、思い出には出られないかもしれないし、でも頑張るしかないんだよね、それは本当に。難しいな、本当に難しいな。どん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 ポエマーになっちゃう。出られないかもしれないし、思い出には。先輩に相談。ちなみに私の推しは全員センターになってすごいね。なれるかな。おいしいもの食べまくってますね、本当に。こんな時でも食欲はあるんだよ。最近何食べたの？最近は何食べたかな。とちおの油揚げを食べました。美味しかった。なんでこんな時だけさ電波いいの？ なんでこんな電波順調なの？ポジティブの時にやってくれ。でもね、なんか私はなんだろう、なんでそんな途中の油揚げが気になるの？ は道の駅と、あとあそこでも食べた、なんだっけ、まさるさん、めっちゃ美味しかったね。配信面白いとか言われてる。面白くないんだけど。とちおんがはいなかった。ゴールデンウィークなので行ったの。弱ってるなぎちゃんあれや。いや、私は結構弱るよ。弱るよ、めちゃめちゃ。でも結構弱るけど、その配信をしないだけ。なんか今日おじいちゃんからお菓子と梅干しもらった。あとこれもらった。そう、梅干しめっちゃ美味しいんだよね。おじいちゃんの名前なんですか？ジジ。ああ、ネガティブ、ネガティブやだな。なんかポジティブにポジティブにって、ネガティブな自分を抑えてたけど。
やっぱり治らないんだなネガティブって。一生このネガティブと付き合わなきゃいけないのか私は。考え方を変えたとか言ってるけど結局はどこかでモヤモヤしてて、自分では抑えたって思ってるけど全然抑えられてないかったな。なんか私って子供なんだなまだまだな大人になると自己肯定感上がらないの本当に嫌だな。ああでも私は顔が可愛いんだよね。それは自分でも分かってる。顔がめちゃめちゃ可愛いんだよね。顔は可愛いんだよね。顔だけなんだ顔だけなんだ言っちゃダメだよ顔が可愛いのは知ってる。なんかだからこそなんで私は前に立てないのっていう、まあダンスなんだけどその正体は。でも顔なんて正直タイプじゃん例えばさ4期だったらなんかアンナとナギどっちが可愛いか論争起きてるし好みだし論争を起こすな。好みなんだよ。アンナだって可愛いし私だって可愛いし。でも私はアンナの顔が好き変なタイプです。帰ってくれ。そこはなぎタイプですって言ってくれ。どういう気なの？やだよ。そりゃだって私だってアンナの顔が大好きです。もう本当に結局は好みだから、なんかなんだろう、どっちが可愛いとかで喧嘩しないでください。やめてください。サホも可愛い。美人だよ、本当に。正直、私のこと顔タイプじゃないけど、推してるって人もきっとどこかにいるはず。また誰々が可愛いと思います。論争が始まったわ なんか大人もさ、大人の前座もさ、なんか歌めっちゃ頑張って、めっちゃもうめちゃめちゃ上手に歌ってやろうと思ったのに、めっちゃ声震えてたしなんやねん。なんで私はこんなにうまくいかないんだ
だ、DMM で見ないで本当に下手くそだから。頑張っておしゃべり会までにはポジティブなぎにしよう あ、そうだ、歌手力岡桃香とコンビ芸で行くのがいいと思ういいコンビだよね。自分で言うのもあれだけど、ももちゃんと喋ってる時さ、多分これコントできるなってフフ26日は水色白のサイリウムブルー、ありがとね、楽しみ。みんなからの応援が私の生きがいです そう、ももちゃんと相性いいんだよね。え、ももちゃんもボケだし、私もボケああ頑張らなきゃ。そう、おい笑えるがね、最近ももちゃんのツボらしいね、ももちゃんの配信最近見てる。ちょっと私のことを話すでも本当に最近はメリー、サホ、ももちゃんでずっと電話してるんですよ。で、今度私たちの大きな試練が終わったら、なんか近場でちょっと旅館みたいなところに行こうねみたいな話もしてて、楽しみ、それを楽しみに生きてる。ありがとう、ラブレターいっぱい。旅館配信していいの？そう、まだどこに行くとかは決まってないけど、参加しますいや、私は運転はしません。電車とかで。4人で話しててもモチベを作ろうっていう話をしてまだどこに行くとかは全然決めてないけど、一応日程とかは今話しております。村上は一期生さんたちが行ってたからね。月岡温泉行きたいな。姫路城は遠いです割引、へえ。どこ行こうかな。三剣さんが来た、イギアリーイギアリーの人だいいね、なんか楽しみだな、いろいろ。その前に大きな大きな壁がありますけど、生誕グッズ楽しみにしててください。めっちゃ可愛いから。男性は使いづらいかもでもみんなそんな気にしてないね、多分。壁が気になって眠れない。これドア部屋の入り口すぐそこでやってます。あ、なんかずっとダラ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 愚痴配信になっちゃうとりあえずちょっと、とりあえず頑張れそうなので、そろそろ
そろ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 。あ、私が言ってる大きな壁。まあまあ。電波が起こった。なんだ。誕生読むか。ね、お顔が明るくなったよね。自分でもわかるわ。チャット返して。違うの、私も返したい。でもかみんなの返信が見えなくて。頑張ります。本当にこんなネガティブな配信を本当はしたくなかったけど、してしまった。すいません。本当人生山、人生関根山あり、人生谷あり関根山あり。頑張ろう。ごめんね、ネガ配信。でも本当にたまにこういうことを言ってらんないとダメだ。ダメなんだ私。頑張らなきゃ。ありがとうございます。ごめんなさい、こんな本当にネガティブだったね。びっくりしちゃった。ちょっと嫌いになってしまった人ももしかしたらいるかもしれないけど、私はこれでもこれでもこれでも好きになってくれた人が好きです。よし、誕生読むか。ごめんね。13位 FTO さん、ありがとうございます。12位ギバさん、ありがライブか、ごめん間違えた。13位 FTO さん、ありがとうございます。12位ギバさん、ありがとうございます。11位ノブさん、ありがとうございます。10位ビッグラブコさん、ありがとうございます。9位タコのマスルさん、ありがとうございます。名前変わった。8位新潟カズさん、ありがとうございます。7位山ありさん、ありがとうございます。6位ハッピーさん、ありがとうございます。5位テルマエカタグッチさん、ありがとうございます。4位りょうすけさん、ありがとうございます。3位メープルナーくん、ありがとうございます。2位みっちちゃん、ありがとうございます。1位わたちゃん、ありがとうございます。もうネガティブ配信はしないようにする。あまり今日はひどすぎた。ありがとう。好きだよ。好きだよ。元気出たよ。ありがとう。明日から頑張る。頑張るよ。またネガティブになっちゃうかも。だけど、とりあえず今は頑張れそう。ありがとう。お、1位テルマエカタグッチさん、今1位、本当だ。ありがとう。じゃあごめんね、なんか本当にしんどい思いをさせてしまったかも、こんな配信をしてしまって。ごめんなさい、そんな方がいらっしゃったら。明るい気持ちで頑張りましょう。おやすみ、バイ。あ、応援してくれてる人が私は好きですから。バイバイ、ありがとう。またね。